マリア,アンナ・マンチーニマリア,アンナ・マンチーニは、V4 校5道フロア、モーリス・ドラ・トゥール・ド・ーベルニュの妻、ミケーレ・マンチーニと、ジェローラマ・マザリーニのご女として、ローマで生まれた。フランス5名、マリー・アンヌ・マンシニ。姉に、ラウラ、オリンピア、マリー、オルテンシアがいる。父の死と共に、母は、兄のマザラン・スウキ教を頼り、子供たちを連れて、フランスに移住した。 姉妹は美しい姪たちを政略結婚させて、自分の地位向上を図った王子、マザランの力で、フランス宮廷に出入りするようになり、1662年に、マリアアンナは、ブイオンコ・ゴド・フロモーリス・ドラ・トゥール・ドーベルニュと結婚した。詩人、ジャンドラ・フォンテーヌのパトロンにもなった。長子のラウラが1657年に亡くなり、ラウラの夫ルイ2世が、教会に入ると、 彼女の息子であるルイ・ジョゼフとフィリップを引き取り、養育した。1679年の自身オリンピアによる、ルイ14世の長期、ルイーズ・ドラバリエールド殺容疑で、自分の地位も危うくなるが、反オリンピア派となり、地位を守った。1714年、パリで65歳で死去した。ありがとうございます。